こんにちは、ジャグラーのマロです。今回は久々に僕が衝撃的な言葉を聞いたので、それについて動画を撮っていきます。で、始める前に簡単に自己紹介すると、僕は人前に立つようになって今年で31年目、プロジャグラーとして仕事するのも21年目になります。で、その久しぶりに聞いた衝撃的な言葉とは、あいつジャグリング才能ないのによくやるような、この言葉です。これはですね、知り合いがちょっとネット上で投げかけられている言葉を見たんですけれども、シンプルにひどい言葉ですよくその言葉こそよく言うようなという感じなんですけれども、ただ残念ながらね、こういう言葉っていうのはたくさんあるんです。まあ多かれ少なかれね、まああいつ下手だよなとか。で、僕自身も長い間ジャグリングやって人前でパフォーマンスしてきた以上、いろんなことを言われてきました。で、もっとひどい言葉もありましたね。例えば、まあ何やってるのかわからない、あいつナルシストでキモいよなとかまあなんかいろいろあるんですけど、まあ僕自身はもう本当に人前に立つっていう人生だったので、もう全く何も感じないし、全スルーでノーダメージなんですが、普通は言われたら嫌ですよね。で、場合によってはもう悩んで、もう練習するのが嫌になったり、人前に立つのが怖くなったり、発信するのが怖くなったり、やめてしまったり、そういうことが起こる。で、今はですね、もうネット上のいろんなバッシングとかで芸能人の方もね、結構メンタル病んでニュースになってしまったり、いろいろあるんですけれども、で、今回はですね、その言葉を投げかける側ではなくて、そういうことを言われてしまう側、言われる機会がある人に向けて、ちょっとね、メッセージとして動画を撮っていきたい、そう思ってます。で、まずそれを言われるっていうことは、あなたがこう努力をしたから言われるっていうことではあるんですね。自分で部屋に一人で引きこもってジャグリングしてたら、誰にも何も言われないですよね。で、自分たちのグループだけでジャグリングしてたら、そうそうよっぽどひどいこと言ってくる人いないですよね。だけど、そのいつもの環境の外に出て発表会に出るとか、外部のステージに立つとか、まあパフォーマンスをするとか、ネットで情報を発信するとかしたことで、こう人の目に触れるようになったから、心ない人がどこかに紛れ込んできて、心ない言葉をぶつけてくる、それが発生したわけです。だけど前提として、今までの殻に閉じこもってないで、ちょっと外に出よう、レベルを上げよう、挑戦をした、だからこそそれが起こったということです。なので、まあ挑戦をしてね、目立つところに行ったら、もう言われるのも仕方がないって言いたいわけではないんだけど、それは言う人が悪いので、だけどこう、まずは自分は、あ、そうか、頑張ってるからこれが起こったんだなって、そのいい面として捉えるっていうことも大切ですね。うん。そして、その才能がある、こいつ才能ないから、まあこの技できないよねとか、いろいろ言われたとしてもですね、だけどそれはあんまり気にする必要がなくて、なぜならその人たちが見てる才能っていうのは本当の才能を見ていないんですね。で、その本当の才能を見ていない、どういうことかというと、こうその時点でその人が上手か下手か、それを基準に喋ってるだけなんです。で、本当の才能とは、例えば陸上のウサインボルトみたいなね、ああいうのは本当の才能ですよね。例えばこう 100m で世界記録とか出してますけれども、ウサインボルトの倍以上、例えば今からっていうか、僕は10代の時に死ぬほど練習したとして、2倍の練習をしても、ウサインボルトの記録は絶対抜けないでしょう。それはなぜかというと、もう努力云々とか技術云々じゃなくて、もう体の素質が違うからですね。これはもう生まれついてのもの、ひっくり返せない才能であったりはします。もちろんその上でさらにウサインボルトがトップレベルの訓練をしている。だからこそ、ますます速くなるわけですけれども、うん。で、それはもう才能、純粋な才能、厳しいものです。そこはもうごまかしようがない。だけど、こう、今の時点でジャグリングステージでやったりして、ああいつ下手だよねって、あんま才能ないよねとか、でも逆に上手な人見て、あ、さすが〇〇さんだ、これ〇〇さんしかできないよねって、でもそれは才能を見て言ってるんじゃなくて、その人が今もうこれだけ上手になってるっていうね、完成しきった人を見て言ってるだけなんですよね。で、そこに対してですね、でも今まだ始めたばっかりだったり、中級者だったりとかっていう段階で、才能がどうこう言われても気にする必要はなくて、結局積み重ねていけば上がっていけるわけですね。で、特にジャグリングとかについてはですね、この純粋な体の能力だけではなくて、自分のアイデアだったりとかね、こう道具を変えるとか、演出方法を変えるとか、他の分野と掛け合わせるとか、まあ表現力を磨く、まあいろんなことを組み合わせて、自分だけの演技、他の人と軸をずらして勝負をするとか、いろんなことができるわけで、それをやっていくとですね、かなりこう才能っていう部分はカバーできます。で、僕自身もこうジャグリングを始めたのは23歳です。サンコボールを始めたのは23歳で、これで23歳からプロになろう、海外で活躍できるプロになろう、それは相当遅いですよね。だから、まあ才能で僕は勝負してきたわけではないです。まあ純粋な才能ではないですね。ジャグリングの純粋な才能ではないですね。うん。で、そこで言うとですね、だけど僕はもう20年以上とかね、プロとして仕事をしてこれたりとか、長い間仕事ができたわけです。で、それは何かというと、やっぱりこう、正しい努力をしようと
情報をいつも集めてきた。で、海外のサーカス学校に行ったりとかね、常に最新のビデオとか、海外からいろんな情報を輸入したりとか、当時は本だったり VHS のテープだったりとか、なんかあればもう常に輸入したり、とにかく情報を集めて、人が知らないこと、新しいこといつも仕入れようとして、実際に自分も体を動かして海外に行って、いろんな人に会って、いろんな先生に教わっていくっていうこともやってっていう。で、その情報がね、結局今生きてて、毎日こう YouTube で動画出して300本以上出してるけど、まだまだ足りなくて、今限定メンバー向けにまた動画を出してとかやってるぐらい、それでもまだどれだけこう出したら足りるんだろうっていうぐらい、本当にいっぱいあるレベルで情報を集めた。これは一つ才能をカバーする方法でしたよね、僕の場合は。そして、まあ、誰よりも長い時間練習したりとか、まあ、この20年以上っていう長い時間やめないで、ね、ずっとこうだんだん落ちてって、もう現状維持とかじゃなくて常に伸びようと続けてきた、まあ、こういうことをすることで、まあ、明らかに才能の問題じゃないレベルのあった23歳から始めたっていう人でも、まあ、ずっと仕事としてプロとしてやれるっていう現実があるわけですね。特にジャグリングの場合は、うん、でそういうことを思うとですね、こう今何か言われて、なんかこいつ下手だなって言われても、そこをあんまり気にしないで、その人はもう現段階で上手いか下手かしか見てないので、まだ積み重ねていけば絶対伸びていけるんですね。でジャグリングは特に本当に工夫次第で、自分のキャラクターで他の人と違う勝負ができるので、こう絶対伸びないわけがないんです。伸ばせる、まあ、ただその考え方とかね、それは絶対知った方がいいんですけれども、闇雲に努力をするっていうのはあんまりおすすめではないですけれども、才能で勝負が決まる、全てが決まる世界ではないので、才能以外でも勝負できる世界です。なのでこうなんか下手だからとかね、才能ないしやっても無駄なのにとかっていう言葉を受けてこうやめてしまうのは本当にもったいない。でとにかく自分なりの自分の能力の限界っていうのがもしあるとしたら、少なくとも今の段階では多分絶対ここに届いてないはずなんです。まだこの辺で、ここの自分の限界っていうのが、まあ、才能のリミットだとしたら、それはもう個人差は確かにあるでしょうけども、今自分がここだったら、やっぱりまだここまではいけるはずなんですね。だからこれをなんかこう心ない言葉を言われたとしても、まあそれはそれで、あ、そういう人、言ってくる人いるよね、あ、本当だ、現れたぐらいに考えて、でね、まあ確かに嫌な気持ちはするんですけど、まあだけどそのうちね、こうやっていけば絶対乗り越えていけると。で、しかもいいことは続けていけばそういう人消えます。本当に。うん、いなくなるんです。で、それはですね、やっぱり5年10年とか続けていくと、その人自身が継続力がそこまである人はそんなにいなかったりしますし、才能があると思ってパッと伸びた人も社会人になって辞めちゃったとか、学校進学して辞めちゃった、そういうことも起こってくるわけですね。で何かこう攻撃してきてた人ような人も、特定の個人にね、思いつきでパッと言ったけど、それを5年10年一人の人に粘着するってなかなかないんですよね。言ってる間にその人も人生が変わったりして、そういうこと言わなくなったりもしますし、まあ最悪そういう人が残る可能性もありますけども、でもまあほとんどの場合は続けていけば消えていくわけですね。だからまあその言葉を気にするよりもね、とにかく自分がコツ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 積み重ねていく、そうすれば考えながらやっていけばね、絶対に伸びていけるし、絶対にこう才能どうのって言ってた人よりは、もっとその人よりは絶対上に行けたりもするので、うん、まあしっかり自分のね、こう能力の限界を目指す。で他の人のそういう言葉はまあしょうがない、そういう人もいるけども、でもその人は本当に才能が何かとかわからないで、ただ言いたいから言ってるんだな、そうやって思って、まあ、いつの日かねその人関係なく自分の目標のためにそこを目指して頑張っていけば、まあそれがやっぱりね、一番幸せだし心も平和じゃないかなと思います。というわけで、まあ僕もね、今新しいこう楽器の練習を始めたりしてね全然こう弾けないとかやりながらも、まあ毎日今新しいことを取り組もうとしてます。これももう才能どうのじゃなくて、努力でなんとかできると思ってるから、今更ですがそういうことを始めてるっていうことですね。なので僕も頑張っております。まあうん、変な言葉に負けずに一緒に頑張っていきましょうというわけで、はい、今回の動画は以上です。ご覧いただいてありがとうございました。